宮崎市にあるこちらのお店では台風の影響により魚の仕入れにも影響が出始めています。生鮮食品を扱う宮崎市のお店、今日は昼前から多くの人が魚を買い求めていましたが、魚の種類によっては入荷しにくい状況があるといいます。よく入ってくるアジやサバ、イワシなどの魚がかなり少なくなっております。ここ2、3日は特になかなか入らない魚が多くて大変困ってます。延岡市北浦町や日向市細島の漁港では台風の影響により定置網漁ができない状態になっていて、アジやサバ、それにイワシなどの近海ものの鮮魚の入荷量が普段よりも3割程度落ち込んでいるということです。昨日なかったです。魚がなかった。少ないですね、やっぱね、種類がですね、いろいろ困りますよね、やっぱね。今のうち買っとこうかとかいう感じです。また水揚げ量の減少による影響も。店によりますと、ここ数日の競りの相場は普段の2倍近くまで上昇していて、それに伴い店舗でも価格を2割ほど上げざるを得ないということです。今の台風が結構長引く予想が出ておりまして、今日はまだちょっと多かったんですけど、さらにこれから魚が減り、なかなか入らない日が続くので、それが心配ですね。店によりますと、延岡市や日向市の漁港で再び定置網を入れる見通しが立っていないため、こうした影響がいつまで続くのかは分からないということです。